はい、皆さんこんばんは、マッスンでございます。今日はいよいよですね、車らしく、車が車らしく、まあ当然いつかなるんですけど、車らしくなってきました。これとボディをですね、ついにドキドキドッキングの時間が来たということで、ちょっともう一種のエンターテインメントということで、カメラを回してます。もしこれどうしようかな、塗装とか割れたりねしたらもう本当最悪なんですけど、このタイミングでもうそういうことが起こるともう間に合わないんですけど、まあまあどうあれ、まあ放映しちゃえと思ってですね、今カメラを回してます。仮組の時計見ていただいた方はお分かりかと思うんですけど、本当になかなかのはめ込み度合い、多分一回もはめると多分二度と戻せない感じかなと。無塗装だったらね、多少無茶できるんですけど、もう塗装もしちゃってるし、なかなかガッとパカッと開くのもちょっとしんどいので、はい、ちょっとここを見ていただこうかなと思います。いや緊張するな。でこうなる前に、アクセルペダルとかミラーとかハンドルとかちゃんと内装に置いてこないといけない部品が残ってないかっていうのを何度も確認してから閉めるようにします。もう多分二度と開かないんで、ミラーとかによくやっちゃうんですよって完成してよっしゃできたと思って片付けしてたら、その組み立て待ちパーツの中にミラーとかね、アクセルペダルとかがこうポッと置いてあってってなるんですけど、そうならないように。大丈夫かな、大丈夫そうですね。ミラーも今回ロールバーについてるし、アクセルペダル類もちゃんとつけてますんでね。はい、じゃあ行きましょうか。やだな。まず後ろ側からつけていくんですけど、わあ、いやいや、これ、あ、やばい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 、これ入るか、これ入るか、もうどう考えても前に使えてますけどね。もうちょっとラジエーターとこのフロントのここがもう完全に引っかかってんすよね。あんまりね、変なとこ持ってガシガシやってるとパキってなんか取れたりしますから、これ入る本当に。どこが引っかかってんの、やっぱここか。ちょっとねゴリゴリ擦れちゃいそうなところは、デカールをめくらないように注意しながらも、ちょっとマスキングテープかなんかで、ね、保護しておきましょうか。あんま意味ないかもしれませんけど、これ本当に入んのかな。まあ、でも完成品ね、上げてらっしゃる方もおられるし、いけ。これで、待て、なんでこんな入らない。あ、やば、今しなしなって言った。これ入る？うわ、これいけるか、これいけるか、ほんまにいけるか、これコメントで、この作業のコツってありますかってお聞きいただいたことがあるんですけど、ないですね。9割5分ぐらいなんか運な要素が。手がね、もう2本偶然ある人とかだったら楽にいけるかもわかんないです。前を押さえながら横も広げつつみたいなことがもしできれば、
あ、やばいな。いけるかな。あ、おしゃおしゃおしゃ、いた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 。なんで行ったかわかんないですけどね、今ね。よし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 。あ、網反応忘れてた。いいです、諦めましょう、しょうがない。はい、どうだ。もう皆さん今ね、脇びっしょびしょっすから、ほんま、いや、ビクビクした。はい、こんな感じですね。やっと、あ、これ、これに乗せましょうか。お立ち台があるんで、よいしょ。はい、こんな感じで、ちゃんとエンジンもね、乗りました。よかった、よかった、よかった。ベルトもね、ほとんどもう上のところしか見えなくて、下回り全然いじってないんですけど、正解ですね。よかったら、ちょっとこれボンネット閉まんのかな、なんか結構キワい気がしますけど、でもちゃんとボンネットも膨らんでるのか、大丈夫か。はい、こんな感じですね。でちゃんと四輪で着地もしてますし、問題なさそうですね。あー、よかったよかった。うわ、汗かいた。ほんとこれはまるかなと思ったけど、はまるもんすね、案外ね。はい、こんな感じで、なんとかここまで来たなって感じですね。これ後ろのこの隙間はこんなもんなんかな、多分こんなもんなんでしょうね。モーターライズもともとね、仕組みとしてなってるみたいなんで、ちょっと構造的に違うのかも分かりませんけど。で今回ちょっとシートベルトごめんなさい、結構適当にやっつけちゃいました。ベルトの部分だけ、またお越しいただく方はね、見ていただけたらと思うんですけど、ちょっとベルトの部分だけののみということに今回はなりました。はい、ということで、あー疲れた、ちょっとドキドキドッキング、なんとか今回は成功ということで、あー、よかった、なんとか放映できそうですね。動画としても皆様にご共有できそうです。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録いただけてない方おられましたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。コメント高評価もいただけますと今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。私が使ってます工具、機材、消耗品、動画の概要欄に Amazon のリンクを貼り付けてますので、そちらも気になる方は参考に検索とご購入よろしくお願いします。それではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら。